エンジェルさん、エンジェルさん、どうぞお帰りください。エンジェルさん、エンジェルさん、どうぞお帰りください。私のお友達よ。きっとあなたの力になってくれる。千景。やめよう。エンジェルさんって言ってたの？学校で流行ってたんだって。やめた方がいいって言ったのに、あの子夢中になって。その日も友達とエンジェルさんをやってて、急に叫び出したらしいの。それからずっとあのまんま、もう1ヶ月よ。それで俺に相談を？無理だよ。俺確かに変なもの見るよ。だけど何かができるってわけじゃないんだ。そうだよね。だから優子さんに頼んでほしいの。
優子さんに？百物語の時に思ったの。この人なら何とかしてくれるかもしれないって。お願い、千景を助けてあげて。お願い。エンジェルさん、コックリさんの名前を変えたものね。ま、名前をソフトにしたところで危ないものは危ないんだけど。願い聞いてもらっていいですか？いいけど、対価が必要よ。ひまわりちゃんにそれが払えるかしら？俺が代わりに払います。バイト代に上乗せしてください。対価の肩代わりは受け入れられないの。それに彼女が本気で願ってるなら、この店に自分から来るんじゃないかしら。ひまわりちゃんの気持ちが嘘だって言うんですか？困ってる友達を助けたい、そんなの当たり前の気持ちじゃないですか。それなのに優子さんは。あら、あなた。顔が悪いわね。綿貫、顔が悪い、顔が悪い。ふざけんな。俺は真面目に話してるんですよ。顔の作りの話をしてるんじゃないわよ。あなた、今日はなんだか層が悪いって言ってるの。何か悪いことが起きるかもね。もういいです。俺自分で何とかします。行っちゃった。ルイス様いいの？そうですか。あいつ一人で。で、俺にどうしろって言うんですか？言ったでしょ？綿貫はあやかしを見て引きつけるもの。あなたはあやかしを払うもの。未だに信じられないんです。俺にあんな力があったなんて。じいさんと違って人を救うことなんてできない、そう思ってずっと生きてきたんです。だけどあの夜、あなたは自分の力に気づいた。どうしてだと思う？縁ができたからよ、綿貫と。縁ですか？そう。どんな小さな出会いでも必ずその後に影響を及ぼすの。それが人と人との縁。Thank you.
お前ビビりすぎ。遠目になんでここにいんだよ。裏口開いてたから。そうじゃなくて、さっき優子さんが寺に来たんだ、お前の様子見てこいって。優子さんが？お前あやかしが見えるけど、それだけで何もできないだろ。だから守ってやってくれってさ。で、どうすんだ？何が？エンジェルさんだっけ？その呪いを解くんだろ？なんか考えあるのかよ。音楽室。音楽室？一瞬見えたんだ。あの子がピアノの前でエンジェルさんの髪を指さしてた。だから音楽室に行けば何かわかるかなって。適当だな。適当じゃねえよ。教えてくれたんだよ、ちかげちゃんが必死に。わかんねえよ、見えないやつには。もちろん、ただで行けとは言わないわ。これは？持っていればわかるわ。あなたの好きにしていい。選ぶのは、あなた自身よ。千景ちゃん、どうぞお帰りください。エンジェルさん帰ってくれないの。手離せよ、離せよ手。ダメ、エンジェルさん帰ってくれるの。帰る前に手を離したら呪われちゃう。エンジェルさん、エンジェエンジェルさんもコックリさんも降霊術の一種。ほとんどの場合、素人の術は成功しないわ。だからあの学校に本当に何かが来たのはほんの数回でしょうね。でもそれじゃあつまらない。つまらない？ええ、あの子たちはそう思った。
今の何？あの子たちは人間じゃない。怖いものが来ればいい。変なことが起きればいい。誰かが死んだりすると面白い。そんな子供たちの邪気が集まって生まれた。あやかしよ。彼はあくまで払うもの。この前の夜は百物語の儀式のおかげで見えていたけど、じいさんと違って人を救うことなんてできない。そう思ってずっと生きてきたんです。選ぶのは。あなた自身よ。
兄貴、お前別にお前が心配で戻ってきたわけじゃねえからな。俺はただ選んだだけだ。なんで百目鬼に知らせたんですか？あなたとってもいいワイト君だから。え？ダメ。料理は上手だし掃除は行き届いてるし、できるだけ長くいてほしいじゃない。それってそう、対価はしっかりいただくわ。バイト代に上乗せしてね。そんな言ってあらあら、相変わらず相が悪いわね。誰と会うかで運勢って変わるものよ。今あなたに最も近い人、その人は少なくとも幸運の女神じゃないわね。全然大丈夫、大したことないよ。情けねえ声出してたくせに。うるせえな。どうしよう、私どうしたらいい。ケーキ。ケーキ。うん、甘いもん食いたい。本当？そんなことで俺になるなら美味しいケーキ作ってごちそうしてあげるね。ちょっと待てよ、なんでお前が。嫌いかケーキ。いやそうじゃなくて、なんでお前が話まとめて。本当にありがとう。ちかげね、すっかり良くなってもう少しで学校に通いそうだって。そうか、よかった。本当によかった。疲れてるわね、こっちの世界は。ちょっと歩いただけなのに。それはお会いにくさま。これも痛いんだけど。湿気対策よ、あなたの周りすぐびしょびしょになっちゃうんだもの。失礼じゃない、古い知り合いに。それでご用件は何かしら。やってほしいことがあるの、あんたんとこのバイト君に。それは綿抜きじゃなきゃできないことかしら。そうよ。不意に見上げた夜空が落とした一ひらの雫、その輝きは僕らが出会ったあの日と同じで、oh。
その道を選べばそれも必然ですか。君は何者だ。あの子はずっと苦しんでる。私の手で何とかしてやりたかったけど。人間なんて守る価値ないって思いますか。たかが人間が。巣に乗るな。もう一人ぼっちは嫌。俺は約束したんだ。私への願いはなくなるってことね。ゆうこさん待ってください。ゆうこさん。俺がその道を選べばそれも必然ですか。君は何者だ。あの子はずっと苦しんでる。私の手で何とかしてやりたかったけど。人間なんて守る価値ないって思いますか。たかが人間が。巣に乗るな。もう一人ぼっちは嫌。俺は約束したんだ。私への願いはなくなるってことね。クランプドラマホリック第5話アジサイ3月24日日曜夜11時。